はい、あ、で、ここでミッションなんですけれども、こちらは、この上に、まあ、先ほど寺内監督がお話しされた、お地蔵さんとか、お堂などがあるんですけれども、ここはお一人だけで行っていただきます。その先に？はい。ここから先はお一人だけです。マジっすか？はい。コメント見てていいじゃん。みんなついて連れてって。確かに、じゃあこれはいいっすか？はい。連れてっていいっすか？でも俺めっちゃ怖いやつやん。あ、じゃあこれ僕がこうやって持ちながら一人で行くってこと？わかりました。多分大丈夫だと思います。行けますよ、僕。じゃあ、どれぐらい先にあるんですか？いや、もう階段上がったところです。にお地蔵さんがいて、はい、そのお地蔵さんの前で写真撮ってくればいいですか？そうですね。わかりました。一番奥にお堂があるんです。はい。で、お堂があるので、はい。そちらのお写真も。わかりました。純ちゃんは純ちゃんで怖いと思うけど、俺と木村さんも俺と木村さんで。どういう状況か、こういう状況だからね。暗闇の中で僕、ここらで待たされてる。じゃあ、行ってきますよ、じゃあ。ちょっと。じゃあ行きます。なんかね、この先にね、お堂があるらしくてね、僕は今から、一人で、向かっているんですけど、なんかお地蔵さんがね、あるらしいのね。そこの前で、写真を撮らなきゃいけないらしいんですけど、ちょっとこれマジでやばいわ。おじさん、これマジで怖いっす。はい。ちゃんと足元にもね、気をつけなきゃ。くっそ、大石さんにカメラマンやってもらえばよかったな。俺しかもさ、五芒星の時にさ、覚えてなかったんだよ。カトルさん、具合悪そうだな。え？みんな見える？お墓があるんだけど、普通に。いや、ちょっと待って、これできねえな、俺。ねえ、みんな、ねえ、みんな見える？おいさん、おいさん、やばいっす、ここ。ちょっとでもね、こういう時にね、いや、地蔵いた。ここでね、俺、日和るのはね、マジでね、絶対にダメなんだよ。ね、みんな、あのお地蔵さん見える？本当に失礼します。あの、僕、YouTuber やってます。加藤です。お願いします。すみません、本当に、ちょっとお邪魔します。多分、幽霊の方はいらっしゃるん、あ、いや、撮れねえ。怖え。みんな、ちょっと見えないよな、多分な、みんなには。やべ、通信。ちょっと待って、通信やな、ちょっと。ちょっと待ってね、みんなのコメントがないと。ちょっとみんなのコメントが見えなくなっちゃった。これ、番組は、できてんのかな？いや、これ撮れねえな、俺。え、向こうにもいる、お地蔵さんが。失礼します。いや、本当に失礼します。いやー、ちょっとやばいな。絶対撮るぞ、でも。あ、本当に失礼します。多分、あれなんですよね。なんか、悪さをされちゃったっていうことで、僕人間代表して謝りに来たんで、ほんと許してもらっていいですか。ちょっと撮るよ。謝りに来たんで、ごめん、みんな写真はさ、ちょっとさ、
うわ、マジかよ。写真をちょっとね、撮ってるところ、映せないけど、まあ、こんな、ツーショットですね。お地蔵さんと、今僕ツーショットで撮ります。ちゃんとお地蔵さん映してね。お地蔵さんどこにいる？お地蔵さんはここにいて、僕ここで撮ります。じゃあ、こんな感じで行きます。はい、チーズ。虫が。いきます。はい、チーズ。ちょっと待て。あれが。はい。はい、ちょっと待って。マジで怖え。やべえ。ライドの付け方がわかんない。この後もビデオ回すわ。あ、ビデオじゃない、写真だ。あ、虫がすごい。ちょっとみんなごめん、一瞬カメラ置くね。あ、なに？ごめん、お嬢さん。お嬢さんごめんね。ちょっとごめん、みんなごめん、一瞬カメラ置くわ。自分の顔を照らしながら、ちゃんと撮ったぞっていうので行こうか。ガチでやってるからさ。じゃあ行きまーす。はい。チーズ。お嬢さん、お嬢さん準備いいっすか？お嬢さん準備いいっすか？はい、撮りまーす。はい、チーズ。みんなごめんね。お嬢さんごめんなさい。あのね、番組のさ、大石正義っていう人が悪いんですよ。僕命令されたんで、ちょっとね、こんなことしてますけど、僕は悪くないんでね、その点だけは重々承知の上ね。お堂があるって言ってたけど、お堂どこ？お堂があるって言ってた。お堂なんてないじゃん。お堂どこにあんの？え、ナイトモード取れちゃったかな？多分。お堂があるって言ってたけど、お堂なんかないよ。あそこかな？入り口のところかな？入り口のところなんだ。ここはマジでやばい。こっちも取っとく。どっちの、あ、お嬢さん、すいません。ちょっと、本当に失礼します。大石の使いできました。私、加藤純一と申します。ちょっと、写真を撮らせてもらいます。ちょっとみんなごめんね。一瞬カメラ置かせてもらうよ。ごめんね、ほんと。写真撮れないから。なんでこんなにカメラにこだわってんだよ。あ、宇宙さん行きます。じゃあ行きまーす。ちょっとみんな待ってね。え、よし。失礼しました。本当すいませんでした。失礼します。お嬢さんごめんなさい。お堂ってこれかな。お堂ってこれですよね。ちょっと運転ちょっとお借りします。失礼します。すいません。ちょっと失礼します。ちょっとお貸していただきます。ちょっと本当に失礼します。ちょっと本当に失礼します。ごめんなさい、僕のせいじゃないんです。僕写真撮りって言われて来てるだけなんだ。よし、 OK、 よし、撮ったよ。みんな確かに撮ったかな。俺もし放送に映ってなかったらごめんなさい。ちょっと待ってね。
みんなには見えたかな。映ってました。放送乗ってます？あ、おですか。ここやばい。え、お堂ってここじゃない？お堂の跡があるの？あ、あの空白のところ、はい、ちょっと、内カメラだからフラッシュが焚けなくて。あ、はい、あ、じゃあちょっと、まあ、ここから。もっと先なの？あ、二人で行きましょう。おじさん、僕の汗の量見てください。ちょっと、やば。いや、顔見てください、顔。やば、大丈夫？これやばいでしょう。やばい。これ映ってます、カメラの皆さん。あのね、せっかくのステューシーの T シャツがもう、びしょびしょでしょ。びしょびしょでしょ。すごい、ほんと。ちょっと一回みんなで行きましょう。僕一応、ノルマは。把握した？把握しました。ちょ、やばいっすよ、ここ。俺さ、あの、そうだ、俺。お地蔵さん見てください。映ってました、僕。うん、あの、見てた下で。はい。あの、俺のせいにしてた。あ、そっか。あ、そっか、ちゃうの。見られてたのか。そっか。あ、何すか。一回ちょっと、プレミアム会員限定コーナーちょっと設けたい。あ、はい、全然はい。ここから先は、